やっぱり一番好きなのはムニュってほっぺをしているところが好きであの何回か出てくるんですけど絶妙に力加減が違うっていうのをお話を聞いていてなんかこのシーンによって強さがちょっと違ったりとかあと日和ちゃんが家で1人でしているところとかもたまんなく可愛くてもうそこを皆さんにぜひ見てほしいなと思いました萱島さんそのムニュキュンシーンを見るとどういう気持ちになるんですか きゃーってなります <laughs>。<laughs> すごいドキドキして、なんかこう高橋さんの、あの。もちろん、あの、かっこいいなっていうのもあるんですけど。日和ちゃんの受けてる時の顔がとんっても可愛くて、癒されました。高橋さん、坂田さん、はい、この無入金シーンはちょっと力の入れ具合が。違ったりするんですか。違いましたよね。違いましたね。なんかまあ、その。 やるタイミングの心情だったりとか、もちろん監督も一緒にお話しさせていただいて、なんか瀬戸山がどんな気持ちでやってんだって思うじゃないですか。見てもどんなつもりでっていう、それをこうどれだけリアルにこう望みに届けるかっていうのはちょっと考えながらやりましたね。桜田さんもされる方としては、あ、ちょっと強めかなとかってそういうの感覚がありました。あ、そうですね。なんかなかったらないでもいいんだよ。<laughs> 私はもうやられててももう。 緊張してもう心臓がもうほんと全然違うところに行っているような感覚だったので心臓が全然違うところに <laughs> そ,そうですそうですでも緊張して何も考えられない望みとしてはねそうですそうですなのであんまり私は感じなかったです <laughs> 正直にありがとうございます、はい